なさけにわき男だって、これは演習小松村七五郎の劇場で不便ながらも止めましょう。文久2年の6月半ば、永州長野町在宮古田村と小松村愛に挟まる用水堀の脇に閻魔堂があります。堂守がないからそのお堂に腰をかけた二人は小松村七五郎と森の石松。なあ石、お前の親父と俺の親父が遠州森で隣り合って宿屋していて、親父と親父は仲がいいからせがれ同士が兄弟分になったのだ。ちょうど今から10年後、お前の親父が死ぬ川の際であった。お前と俺を枕辺に呼び、俺の手をバシカと握り、七五郎さん年を取って死ぬのだもの、年に食はないのだけれど、夜道の触りはせがれもいいし、何が因果かヤクザ者にとなりましたが、これが夜明けや心配ないが、またこいつがバカ強い、しまいに誰かの手にかかり、切られて死ぬに違いがない。どんな死に方するだろうと、それが未練で死にきれぬ。私が死んだその後はヤクザな弟を持ったなぁと諦め始末の面倒だけ見ておくれと言われた時に、この俺は心配なさるなおじさんよ、石の面倒は見るほどに迷わず成仏しておくれと言えば、親父がお前の手をバシカと握り、七兄の言うこと聞いて立派な人になってくれと言われた時に、お前の姿子供じゃないが手放しで声張り上げてわっと泣き、許しておくれお父さん、人と生まれた甲斐あって親孝行しなさいよと肩の肩に意見をされて、その言葉を忘れてか今までなした親子を今日から心入れ替えて親子をいたします。もう一度達者になってくんねえなと言えば、親父が泣いて喜びよ言ってくれた。これ石よ、
戦争版その今日よりその一言がメイドの土産さんよろしく頼んだよと言葉を残してお前の親父は孫と表に七五郎が涙ながらの物語聞いたさすがの石松もしばし言葉も泣くばかり石忘れちゃならねえ親の恩てめえあのことを忘れねえな忘れねえなこれので黙ってるんだ、石。忘れねえ、忘れねえ。いくら俺がバカだって、親父の死んだことを忘れてたまるね。恐ろしい古いことを思い出させて泣かせるね。忘れねえ。じゃあ俺を兄貴と思ってくれるか。思っているから引き兄、引き兄と言ってるじゃねえか。うん、引き兄。何言ってやんねえ。いや、俺の言うことは何度も聞くか。何でもするよ。誰で相手は。喧嘩じゃねえ。俺のうちに来い。え？俺のうちに来い。俺はだらしがねえが、女房の縁家がしっかりしている。そこに頼んで、百両という金をこさえよう。五仏前五香料、金一百両、三受山鎌太郎と、手は違えども俺がちゃんと書いてやる。それをもってお前清水に帰れ、親分に会ったとて、こういうことがありましたと、途中の話をしちゃいけねえぞ。いいか、寄り道をして遅くなってすいません。これは三受山から届かった香典でございますと、親分に渡せ、香典は会費のあるもんで、ありがとう存じますと、親分が三受山へ礼状が済んでから、さて改めてお前が手紙を書く。宮古鳥三兄弟に、こういう貸しが百両ある。俺が行かれねえから七五郎、代わって取ってくれと、首と釣り貝の引用をして俺んとこへよこせ。その手紙を持って俺が掛け合って百両取ろう。お前じゃ取れねえが、俺なら取る。さればとて、その百両が取れねえから、こないだの百両返してくれと、口が腐っても言いっこねえから、まあその道は安心しろい。兄、久しぶりで会って心配かけてすまねえが、じゃあ万事よろしく頼んだわいいってことよ。さあ、うちに行こう。例えば壁もたわけでも、昔忘れぬ兄弟分、石松来いよと手を取って、戻りますのが小松の裏我が家の表となりました歩みを止めまして石これが俺んとこでいや立派なうちだなまあいいや黙っとるいおたみ今げったであらお帰りなさいあらまあ石さんじゃなくてしばらく会わないうちにお前いい男になったねさあこっち上がんなおたみさんしばらくだいつも達者で結構だったじゃあ上げてもらおう石松は上へ上がる全部の下ができる昔話をしながら飲んでいた飲めば酔うのが酒の常シラフの研ぎはおとなしいが酒を飲んだら虎狼親子の見境のつかぬ石松石や大変に酔ったの。しっぱらい飲んですっかり回ったで。だけどな、石。お民がよ、久しぶりで石さんが来たんだから、今日はうちに泊まってもらうんだと、見ねえ次の今井、布団を敷いて蚊帳まで釣ったで、今日はうちに泊まってってんだよ。おっとい、七兄。ありがとよ、お民だ。ありがとよ。なーに。今日は帰る。なんで帰るなんで帰るって当たり前じゃねえか。
家業を知らねえ都鳥に作業用の金を貸し取る必要はねえや。これから行ってうんと恥をかかせて綺麗に寄ったら相手らの頭を殴ってやらなきゃこの石松の虫が収まらねえや。しょうがねえな、言い出したら後言わすかねえてめえの気性、お民止めるねえ。石気をつけていけよ。ありがとう、ご馳走になったっけな。お酒飲んだらウキウキダンス、から病が出るわいなと、勘に外れてオスにも合わずへ、飲んで飲まれた